が受けたの次にやったのが NHK のオハナハンだったんですけどもね、まあ、このオハナハンで僕は、鮮明に覚えてるのは NHK の隣のスタジオでひょっこりひょうたん自分をやってたっていうんで、よく僕はスタジオ抜け出してやっぱり子供だからひょっこりひょうたん自分が好きだったんですね。それをよく見に行ったのは記憶にありますけどね。だから今なんてね、カメラがこんなちっちゃいわけだけども、当時の NHK のカメラって言ったらね、まあすごかった。4本レンズっていうのかな。ここに大きいダイヤルがあって、ズームなんかないから、望遠とワイドっていうのがあって、カメラマンがガチャン、ガチャン、ガチャンって、レンズを回して、カメラごと動いてたんですよ。で、今はもうピンマイクなんていうとね、こんなちっちゃいマイクだけども、当時の NHK のどっかで写真あったんだよな。わらはん時のマイクなんて。まあ、これぐらいあったかな。そんなでかいんだ。でかかった。だからまあ、そのね、そりゃ半世紀経ちゃ技術も変わったわけだから、うん、当時の、まあ、NHK っていうのはね、まあすごかったですね。子供ながらね。まあ子供ながら、やっぱり、なんすか自分が芸能界入ると思ってなかったんで、なんていうのかな、子供ながらね、放送局の匂いっていうのがあったのね。はいはい。で、NHK だけは民放局にないね、独特なね、NHK の匂いがあるんです。どんな匂いだったんですか？どんな匂いだったのかな。僕ね、匂い的に好きだったのは富士なのね。富士テレビ。うん、富士テレビにね、昔ね、ピンポンのね、ゲーム機が置いてあったの。これ、岡本ちゃんの世代知らんかね。俺、50年前かな、うん、あの、フジテレビにね、10円入れてね、あの、ピンポン、ボール、あれがあってね、うん、俺、それでよく遊んでたこと、なんで放送局にこんなゲームがあるんだろうと思ってね。遊び心って。うん、あったのね、はい、自動販売機のコーナーにね。はいはい。で、なんか、それだったから余計フジテレビが好きだったんだけども、あの、NHK はね、独特の民放にないね、放送局を入った時にね、僕はね、あの、時代劇が多かったせいかね、藁の草履の匂いがしたの、NHK って。へぇー。でね、村田秀夫さんとかね、ダイレクトでいらっしゃったからね。はい。やっぱりその頃村田秀夫さんとかね、やっぱりね、高橋圭三さんね。はいはい。とかね、子供の僕が見てもね、うん、オーラがあるなっていう人がたくさんいたんだよね。で、僕はあの、頭、あの、なんだっけな、連想ゲームっていうのも出たことあるし、それから、はい、南信介さんがやってた原点パパっていうので原点パパありました、ありますしね。まあ確かに体も大きかったんだけども、はい、南信介さんっていうのはね、やっぱりその当時3人でやってたんだよね、お笑いをね。はいはい。でやっぱりその天覆鳥をその中でやっぱり、うん、今伊藤志郎さんご健在ですけども、やっぱりその子供ながらオーラがあるなっていうのをね、僕はあの、うん、子供ながら変な癖があって、タレントさんと俳優さんとすれ違うと、今でも俺癖あるんだけど、女優さんとか会うとね、当時栗原小巻さんとか柏木由紀子さんとすれ違うと思いっきり深呼吸するの、うん、そうするとね、一般の女性にないね、はい、いい香水の匂いがするのね、うん、これがやっぱ女優さんだなとかね、男の人でもね、オーデコロンの匂いがするわけですよ、はい、独特な、はいはいはい。で、大橋巨泉さんなんてね、やっぱりその独特の匂いがあったからね、はい、言っちゃ悪いけど、俺も61になったからそういうじいさんになったのかもしれないけど、悪いけど今の俳優ってね、なんかみんな似たり寄ったりなんだよね。